こちらのポッドキャスト。どうも、石田です。団長です。さあ団長、はい、チコちゃんに叱られる大阪公演で団長が見に来てくれました、ね、今日。ありがとうございます。これが流れてる頃にはもう多分全ステ終わってるってことなんかな。そうね、終わってる。見に行きました。けどもありがとうございます、団長。はい。おお、いかがでしたか。チコ席。チコ席。9,500円。チコちゃんシート。うん。チコちゃんシート。はい。本当楽しみましたよ。ああ、本当ですか。楽しんでいただけました。うん、ただまあ苦言を言うとするならば、うん、苦言言わないでいいけど、うん、言うとすると5,800円です。え？あの舞台は。ちょっと。え？すごいな。忖度なしですごいこと言った。はい。まっすぐ。すごいこと言ったな。いやいや。うん、あら。なぜそれ、いや、ちょっと怖いじゃん。で、5,800円ってすごい値段よ。うん、元来。そうね。まあ、うん、いや、まあまあ、団長はそう感じます。でも、5,800円の舞台ってことは、むちゃくちゃすごい舞台ってことやから。まあ、チコちゃん出てるから。うん。チコちゃんを生で見れるってすごいことだから。だからチコ大やと思って我慢しました、うん、僕は。違う、我慢って言うな、おい。すごい人たち出てるんだよ。はいはいはい、はい。なかなか。ただ僕の中で9500円は、正直もうエディ・マーフィー出てないと払えない。うん、あ、そういうことね。うん、タレントで言うと。トム・クルーズとか。トム・クルーズとかが出てないと、やっぱ9500円は僕は出ないんで。いや、トム・クルーズ多分3万5000円の。いや、12万ぐらいするんじゃないですか、トム・クルーズの出来。そうかもしれん。いや、でも、まあまあね、それぞれ。非常にヨーロッパ客のね、うん、兄さん方が、はい。いっぱい出てたんで、はい、楽しかったです。あ、本当ですか。兄さん方が出てるな、つって、本当石田さんのシーンでね。うん。まあ、もう終わったから言っていいかな、石田さんが、まあ、ザビエルとか、ザビエル、偉人にね、偉人。兄さん方が偉人をこう、扮してやってましたけど、うん、にね、石田さんのザビエルのシーンで、僕の前に立ってた、うん、男前3人組、緑色の髪した、はいはいはい、イケメンが、うん、ザビエルのダンス中に、本当、爆笑してました。そう、爆笑、どういうことなの？石田ダンスの終わり、西田さんがニューヨークエンドみたいな、こう、バーンみたいな。あ、バーンって、そうやる、両手バーンってやる。うん、あれ、トモさんに言われたの、ま、劇中に目の前でお客さんが石田さんの真似するとこ見るっていう僕。え、お客さんそれやったの？お客さん、前の兄ちゃんが笑いながら石田さんの真似してるっていう。ほんと。めちゃくちゃノリノリのお客さんやん。ノリノリかもしくは、むちゃくちゃいじってるかどっちかなんで。ほんと、ほんま、ヨガ読んだら後ろから頭殴ってた可能性あります、僕は。あ、先輩をいじんなと。うちの兄さんって言うと、ガーンって行く可能性もありましたけど、まあそこは。いや、それいじってるわけじゃないでしょ。受けてるからいいかっていうことでね。あ、なでますよ。うん。すごいノリノリのお客さんやな、それ。前の道だから、ダンス。その時、その時団長はどうしてたの？ん？その時団長何、どうしてたの？僕も本当、シンドラーのリストぐらい真顔でした。いや、なんでやねん。そのノリノリでいけよ。ブラボーやろ。声出しちゃいかんけど。真顔おじさんが。いや、ありがとうございます。ちゃんと中川さんの、うん、な問題の拍手出ないっていうシーンも。拍手。うん、どうした？いや、一応、それはもう満金で拍手はしました。あ、そう。はい。今日さ確かに昼の回見たよね。ああ昼です。昼です、うん。はい。昼ですよ。うん。今日夜の回さ、中川さんがさ、はい、まあもうこれね終わってるからあれですけど、泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。織田信長扮する。織田信長のね、はい、やってました。織田信長を演じてるんで、うん、中川さんはって言って殺そうっていうシーンを、うん、あのね。中川さんが、うん、泣かぬなら、うん、泣くまで待とうホトトギスって言ったんだって。いや僕知らんかったんやけど、僕はだつまり、うん、昼公演のカーテンコールで徳川家康って言われた、うん、名前間違えられるっていう事件が起きたんですよ。間違えられて、そうそう、僕が見たステージでカーテンコールの呼び込みで
あの徳川家康って間違えられたっていう徳川あ織田信長ってなって、うんうん、徳田間違えられた結果、うん、夜捨ては徳川になってしまうっていう事故が起きたんですね。本当にさ、中川さんそれ気づいてなかったみたいで自分で言った後。もう。うん。でみんな気づいて、もちろん気づくじゃん、そら。うん、違うこと言ったっていうか、徳川家康のセリフ言ったみたいな。うん。もう真逆やん、その。真逆。殺してしまえ。うん、で、殺すって言うのにさ、うん、その後。その後、待つじゃないとおかしになるもんね。あくまで待とう。うん。で、なんか袖に履けてから、その共演者の人に「野川さんセルフ真逆べらぼうに間違えてましたよ」って「マジで!」ってなったらしくて、もうそっからもうパニックみたいになってたみたいなんやけど、あれ気づいてなかったらしい。だからもう本当におじいちゃんだ、ほんまに家康になってしまったんですね。家康なんかもう本当におじいちゃんだから、ただの。あらららら、でも、うん、あのね、春樹ちゃんのシーン拍手来ない事件に関してなんですけど、僕ちょっと実はあれチコちゃんに問題あるんじゃないかなっていうのがちょっとあって。なるほど。実はその前のダンスの時、終わった後チコちゃんちょっと拍手煽ってるんですよ、うん、はいはいはい、うん、例えば春樹ちゃんのシーンはちょっとそのおどろおどろしくて、うん、チコちゃんもこう怯えたっていうか、こう、はいはいはい、ポージングしてて拍手煽ってないんですよ。そう、そういうことね。その手前で、うん、その以降は別に煽ってない拍手もあるんですよ、うん、チコちゃんも一緒に踊ったりしてるんで。ただその前はチコちゃんもこうわーって拍手煽ってるけど、春樹ちゃんの時にチコちゃんが煽ってないことで、そのみんな中川さんを織田信長をちょっと敵として見てるっていう。でもそのね、いやそれよね、だから結局そうなんよ、その曲調やん。うん、だからやっぱそこもう星としか言いようがない。だからそれに当たるっていうか。でもそれプラスして、あの最後のダンスあるじゃないですか、うん、あ最後のダンス、うん、うん、中川さんだけ真顔っていう事件もあったんで。これは僕はやっぱね、そう真顔で踊ってんの、ここ僕はちょっとリーク、例えば団長ジャーナリズムがいくら兄貴とはいえ、ここでちょっとえさえどっち、チコチコダンス、それともその手前のか世界が変わるみたいなやつ、チコダンスかな。チコダンスってチコちゃんの本当にこうさテーマ曲のやつあるじゃん。あのカーテンコール終わった後のダンスなのか、その前、それで言うとどっちもです。だから最後の2曲は、最後の2曲とも真顔で踊ってんの。はい、あの真顔っていうか困った顔で踊ってます、ずっと、うん、石田さんとかすごい笑顔やったし笑顔で踊る。で、あ、そうか、で言うとも2個目かな、あ1個目か、あの土佐さんが下手で踊ってたんで、うん、踊ってるね。2曲目ってゲストを呼び込んで土佐さん拍手とかしてる方ですもんね。あ、そうそうそう、それそれ、うん、土佐さんと僕だから兄貴たちの顔を僕は見たんですよ。はいはいはい、ヨーロッパ勢の顔ちゃんと踊ってるのかなこいつらって、ちゃんとねチェックしたろうと思って、どういう感じで踊ってるのかなっていう、どういう感じで踊ってるの、チェックしたらザビエルは結構ちゃんと満金の笑顔、ね、笑顔や、楽しいもん、うん、俺だって踊る、うん、で土佐さんもまあちょっとそのテレ屋さん風な笑顔をやったんですよ。へえ。満金ではないけどもちゃんと顔を笑ってるって感じですよ。で他の人全員笑顔なんですよ。笑顔。うん。もう藤庵も。藤庵、ね、藤村さんね。もうもちろん夏美さんも青木さんも大満金の笑顔。笑顔。なってるんですけど、うん、中川さんだけその困った顔をしてるっていうなんかずっと。あれっていう。なんなんそれは。なん。ちょっとあんまりね、長谷さんいないところでこんなあんま長谷さんが、うん、でしかもこれ聞くからさ、長谷さんが、いやこれは僕はもう本当、うん、兄貴のジャーナリズムとして僕はこれはこれはもう兄貴に聞いてほしくていかんぞっていう、これはね、なんでそんな顔してんの。いやまあそれ男女に聞いても分からんわな。少なくとも、うん、もう絶対に笑顔ではなかった。これだけは言えあの感情は僕には分からんけども、ちょっとそれ聞くわ、笑顔ではない。あ、じゃあこれは団長が嘆いてたと、うん、団長言ってましたよっつって伝えても嘆いてたと、
とりあえず楽屋伝えるわ、それは、はい、兄貴だけ笑顔じゃなかったっていうだけは、うん、それでも、ああそっか、それでも木村さんに伝えるかもしれないな、先にキム兄に。なるほど、わかりました。っていうのに僕はすごい、まあ、笑ってました。あ、はい、やっぱ気になる存在ですよね、中川さんは、ね。まあ、でも本当楽しみましたね、うん。まあ、ともう一個だけ、じゃあごめんなさいね、もうじゃあチコちゃんスペシャルということで。いやいや、何、これはもう本当もう一番しょうもない苦言です。だから言っちゃあかん苦言。何、さすがに、うん、あの家康がキョエちゃんバーって出すのは不思議でしたよ。家康だから、土佐さんが、家康ね、家康が、あの、うん、最後みんな集合するときに、うん、ふわーってあのキョエちゃん出すのはなかったと思いました。あのあるあのあるね、小劇場のやつ。いや、キョエちゃん問題は結構あんのよ。キョエちゃんふわーって出すのと、あと聖徳太子がビーム出すやつの上から紐が来た時にザビエルがそってなんか押さえてんの見た時は笑いました。ちょ見えてんのそれ。見えてる、全部見えてる、あれはマジで。上からふわーって紐来て、なんか棒のやつ来た時ザビエルがそってなんか、あ、紐なんかちょっと待って、見えてんの。全く見えてないっていう風に思ってたんやけど、うん、バッキバキに見えてる。それちょっと見たあかんやつやわ。でも見えてど真ん中でやってるもんだって、うん、そんな見えてんの。そんな見えてる。で、あと聖徳太子が最後あのキョエちゃんを真ん中の方に連れてくるっていうのもやっぱ笑っちゃいますし、そのみんながキョエちゃんを連れてくるっていうのがやっぱむちゃくちゃ、これは良くない見方やけど、むちゃくちゃ良くない見方してるな、それは。例えばもう目に入って、いや、そう、家康が持っていく無理あるでとかやっぱ笑ってるっていうか、キョエちゃん問題あんねん。キョエちゃんがやっぱそうなんですよね。うん、キョエちゃんの所在にみんなが困るっていうのがむちゃくちゃ面白くて、稽古場でキョエちゃんどうしようかなみたいな。ここキョエちゃん、あ、これは俺行けますよとか、うん、キョエちゃんは俺これ行けますよとか、そっちはだって本来行けますの話じゃないもんだって、キョエちゃんは。キョエちゃん問題ね、うん、いや、まあ、そこはむちゃくちゃ面白い。でもなんかお客さんも乗りよく、ほんとすっごいめちゃくちゃ乗りよくね、本当に楽しんでいただいてるっていう感じで、うん、いや、ありがたいですよ本当に。いや、あの青木さん VS 夏海さんもすごい楽しかったし、うん、楽しいよね、はい、あそこね、楽しみました、ね、じゃあだトータル9500円かもしれないです、あれは。いいね、9500円で。楽しみなんで、はい、ありがとうございます。オリゴソリオもそろそろ公演始まるということで、はい、4月も面白いやつやってるそうじゃないですか、はい、面白いのが出来上がってるそうじゃないですか。はい、まだね、あの15分ぐらいしかできてないんでパニックになってますけど。、はい、その15分はむちゃくちゃ面白いです今のところ。マジか、はい、でもこれ実際本当にそうやろうからな、ね、そうなんですよ。15分いつからですか劇は。4月の20、あ、ちょっと先ですね、まだね、まああと 2,3 週間あるんで、はい、まだまだこれからです。まあこれからですね、はい、頑張ってください。ありがとうございます。絶対見に行きますんで僕も。はい、お願いします。はい、飛び散る席で見たいけどね本当はね。もう今回あのディスられる嫌なんで、飛び散る席って名前名乗ってないんだ。あ、本当に。はい。怒られるのが嫌だったんで。飛沫飛び散る席で見たいけどね。いや、濃厚接触席で見たいでしょ。見たい。うん。肉とそれはそれでしょう。だ絶対安全席だけ聞いてきたなって感じです。そうだね。はい。そんな感じです、ね。楽しみです、本当に。行きましょう。はい。カクテル恋愛相談室。皆さんたくさんメッセージありがとうございます。本当たくさん来ておりますね。結構たくさん来て、花粉の話ね。花粉の話、みんな花粉に苦しんでるでしょ、はい。ちょっとどうしましょうかね。どうしよう。一応結構みんなからチコステの中川さん事件の話も来てるんですけど。ああ、そうか。それは一応ちょっと触れます。ちょっとまあ触れてもいこうか。わかりました。ちょっとはい、でちょっと初めての方、はい、モルテン51さん、
おお、はい、あれ初めてありがとうございます。はい、隠れリスナーとして本放送を含めて毎回楽しみに聞いてましたが、前回の配信でチコステの話が盛り上がっていたので思わず初めてメールを送らせていただきました。ありがとうございます。あ、私はチコステを中川さんにとっての東京初日に見に行きました。みんな東京初日、あ、はいはい、拍手が来たってことね。本来の初日の事件のことを SNS でしていたので、中川さんの踊りが始まると今日は拍手があるのだろうか、自分を拍手をしてもいいのだろうかとドキドキしながら見ていました。ダンスが終わった時お客さんも拍手を戸惑っているような空気が少しだけ流れましたが、その後パラパラと拍手が起こったので安心しました。まあ他の方のパートに比べると拍手のタイミングが難しい曲調でしたし、中川さんの踊りが素晴らしかったというよりも一生懸命よく頑張ったというねぎらいのように感じましたが、拍手は拍手ですよね。いじりますね、モルテン。いじってるな。ということで、追伸でトークテーマ花粉についてモルテンさん。はい。私は、花粉症ひどく、おそらく10年以上は毎年苦しんでいますが、この1年ほどは毎日ヤクルトを飲んでいるからか、今年は少しだけ症状が和らいでいる気もします。もともと花粉症対策というわけではなかったんですが、団長さんの話を聞いてヤクルトのおかげなのかなと思うようになりました。まあ花粉症の薬も飲んでいますけど、ということでございます。俺ちょっと今ヤクルト飲めてないんだよな。だもそんな1日ヤクルト飲まんくなったらもう全部ゼロになります。まあそういうことよね。そういうことです。続けないと意味ないもんね。本当に続けないと本当大変です、ヤクルト生活は正直。まあまあ薬でなんとかはやってるんですけど、まあね、でも薬飲んでね治るんやったらそれがいいですけどね。いや、ありがとうございます、モルテン51さん、初めてのメッセージ、ね、いや、あのねぎらいじゃなくみんなダンスの素晴らしさにね拍手してると思いますよ。じゃあ次いきます。はい、山杉さん、石原さん、田中さん、宮ディースさん、春の匂いとともに花粉まで私の元に届きました。やっぱみんな花粉で苦しんでるんだ。そうですね、私も花粉症がひどく眼鏡をかけておりますが、目がかゆく、いつも眼科の先生に目薬を、耳鼻科の先生に点鼻薬を処方していただいております。一緒だ。石田さんと同じく秋も花粉症になるため毎年2回辛いですね、乗り切りましょうっていう。ああ、山杉もう一緒です、本当に。ヤクルトかな、ちょっとヤクルト飲みましょう。秋はないんでね。めっちゃ秋もなんだよな。はい、次ラジオネームケッヘルさん、ありがとうございます。トークテーマ花粉の話ですが、南カリフォルニアにしばらく住む時もあった時に、暑そうだけどあんまり杉が生えてないだろうから花粉症はないのかもと思ってました。実際は杉じゃない花粉で花粉症になっています。コランドットコムというサイトで全米の花粉の飛び具合と主にどの植物の花粉が飛んでいるのかが分かるんですが、うちの近所の場合はコナラ、つまりどんぐりの木の花粉が多いようです。どんぐりでもなるんですか。どんぐりなんだ。はい、間違いトークテーマ、4月から始めたいこと、目標なんてどうでしょうか。ああ、いいですね。まあ4月ね、新年度ですから。全国あるんですな。次、デルタさん、ありがとうございます。こんにちは。桜が咲き始めましたね。毎日外歩くのが楽しみです。子供の頃アトピーや花粉症があって随分辛かったんですが、20代中頃からすっかり落ち着き症状が出なくなりました。体質が変わったというより免疫力が高まったのかなと思ってました。そしてやはり年齢とともに落ちてきたんでしょうね。ここ 2,3 年前からまた花粉の時期に目が痒くなってます。それならばちょっとでも免疫力を高めようと団長さんから聞いた通りヤクルトを飲み始めたんですが、どうやらお腹を壊します。免疫力を高める乳酸菌を装備できない体質のようで残念です。あるのよ。ヤクルトでお腹壊す？あれ緩くなる人いるんすよ。どうも聞いてると。全くないけどね、それ。でもヤクルトでね、やっぱ乳酸菌でね、取ってお腹緩くなっちゃう人はいるようですね。めっちゃうまいけどね、ヤクルトって。うまい。うまいし、これ体にいいっていうものってないじゃん、あんまり。うん。そうなんや。だから、もうなんでこんなちょっとなんやろと思ってるもん、俺。わかる。うまいもんって体に悪いもんね、大体。いや、そうだよ。ほんま、全然ペットボトル一本飲みたいもん、俺、あれ。グビグビ。わかる。もっと飲み、だからヤクルト1000って知ってる？ああ、もちろん。今めっちゃ売り切れてるらしいんやけど、あれが人気。あれもうね、ヤクルトから送ってもらうやつじゃないと買えないですよ、スーパーじゃなかなか。
ヤクルト1000うまいよね、あれ。うまいっていうか、うまい、あの量、あの量いいよな。あの量ちょうどいい。味も濃いし。普通のやつ全然物足りんもんな。全然物足りんし、カロリー気にしてハーフにしたらもっと物足りん。うん、やっぱヤクルトは濃いやつがえ。そう、本当にそう。はい。でもお腹よくなっちゃう人いるんだ。次いきます、はい、石田派閥の勝、勝さん、こんにちは。チコステ終わりますね。東京公演見に行きました。職場から徒歩で行ける距離で散歩しながら劇場まで行きました。各パートのダンスすごくて、中川さんの時、うん、ハグしなかったのはそれまでのパートと違う、最初に少年期見せてから転換っていうのは大人バージョンを見せた影響ではと思ったりしました。まあちょっと演出が変わったのよね。確かに、うん、そう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 、うん、ちょっと変わったんですよ。でもやっぱ笑顔じゃなかったからかもしれないですね。わかんないですけど。なんであの人笑顔、そうか。花粉来てますね。特に深刻なダメージないですが、自転車通勤をしているので朝出勤した時目が痒くて鼻水が少し出るなという感じです。少しか、花粉対策とは関係なく腸内環境改善目的でヤクルトは去年から飲んでいたのでそのおかげなのかもしれません。効果があったか確信はないですが、思い込みで効果が出ることもあるみたいなので、このままヤクルトのおかげだと思い込んでいようと思います。まあ大事はプラシーボ効果はね。めっちゃヤクルトのこと言ってんだうちら。ちょっと、いや、今スポンサー入ってくれんのかな、ヤクルト。案件みたいな感じで言ってる。ほんまに完全に自腹で買うて飲んでますからね、ヤクルト戦ねえ、はい、こんだけ言ってたらなんかこうね。いや、そうですよ。あ、次エリリン、はい、エリリンさん、ありがとうございます。石田さん、団長さん、こんちこは。こんちこは。大阪初日席に座ったら斜め前に団長が座っていました。お、開演ギリギリだったので声かけるの良くないなと思い自称しましたが、団長を観察してしまいました。中川さんの時拍手してるっていうね。いや見てる、はい、そこ見ないで、はい、逆に中川さん以外の時拍手してなかったですからね、僕。白いよそれは。東京初日中川さんの拍手の件ですが、拍手できる雰囲気ではなく、しようと思ったらシーンとしたのでできなかったんです。いや、それはしてください、それは。できる雰囲気ではない。うん、どういうこと？だからしてください。だからこそ。そうね。はい、さて、トークテーマ花粉ですが、うん、実は私もヤクルトを1年くらい前から飲んでまして、すげえ。今年は症状が軽く済んでいます。うん、人それぞれ体に合う乳酸菌があるそうなんですが、私にはヤクルトの乳酸菌白タ株が合っていたということなんでしょうかね。なるほど。耳鼻科で処方してもらった飲み薬を併用していても例年だと飲んでも意味ないくらいひどいんですが、今年は目のかゆみあるものの鼻の症状が少しで済んでいるのはヤクルトのおかげだと思っています。ヤクルトの回しもんでも何でもないですがおすすめしますっていうね。わかります。ヤクルト、ヤクルターがすごい多い。そう、ヤクルターが、だから、うん、サユリスト&ヤクルターが、ヤクルターはい、ほう、意外と多いんですね。あのごめんなさい、うん、ちょっとデルタからさらに追伸がありまして、追伸、はい、思い出すのでお知らせっていうメールなんですけど、はいはいはい、去年2人がシソを植えたいとおっしゃっていたので、そろそろ植え時ですよというお知らせですというメール。いや俺さ、これさ、はい、探したんだけど売ってないで、花屋さんとか。あ、シソが、シソって、なんか港南とかホームセンターに売ってそうなイメージあるけど。あ、そういうとこ行ったら売ってんのかな。うん、なんか一、あの近くスーパーがあって、そこでね、その手前に花屋さんとかあるんだけど、うん、そう、売ってないんだよね、シソとか。なんかそう、まあちょっと探してみようかな。今の時期だったら売ってんのかな、そういう季節のもんだってするのかな。確かにね、その時植えるやつが売ってるんかもしんないですね。なるほどね。はい、いや、ちょっとありがとうございますデルタさん。シソね、いや育てたいんですよ。てかシソめっちゃ食べるから。わかる、シソうまいからな。うまいからな、大葉。じゃあ次、タイムレーラー、タイムレーラーさん、ありがとう。石田さん、団長、こんちこは。お疲れ様です。こんちこは、ありがとうございます。中川さん拍手事件、客側の真相。おお、聞きたい。
局長のクラスや信長の敵キャラ感から拍手しにくい雰囲気はありました。なるほど。そして周りも誰一人拍手せず、あれこれまでのダンスは全部拍手してましたよねと思ってる間に中川さんがさっと芝居に戻ってしまったという点末でした。なるほどね、そこなんだね。そうね、まあ、中川さんがちょっと急いだっていうのもあるんかもしれんな、拍手来なかったんで。やっぱそう、それっぽいね。それちょっと待てば拍手待ちが必要だったっていうね。拍手待ちをね、やっぱなんか本当に歌と踊った後に拍手がなかったのって、うん、多分こうあの初めてなんじゃないかな、本当にこの世界で歴史上。いやそんなんぼれまである。うん、いやただ歌と踊った後に拍手がないって。オニクドスレイはダンスの後なんか全然なかったけど、うん、それに耐えきれなくて拍手煽ったのは中川さんやけどね。お肉の歴史上で中川さんが一番最初にゲストで出て。なるほどね。いやその衝撃はしょうがないと思うね、その、うんうん、その規模感でなかなかないとは思う。はいはいはい、まあでかい劇場で今回商業やからさ割と。だって一席踊ってないとこでも拍手出るからね、うん、全然。そう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 、うん、登場で拍手、チコちゃん登場して拍手とか、そうそうそう、とか可愛いとか、うん、着替えててねえお色直しで拍手とか、チコちゃんのお色直しとかおもろいこと言ったらとかで拍手全然起きる世界観やから、うん、そう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 、そこで多分この世で初めてだったんじゃないかな。確かに。あと、うん、みんなが中川さんの翻訳をうなぎ屋の親父やと思ってたっていう説もだからあるのかも。あるかもしれんね。うん、うなぎ屋の親父むちゃくちゃ面白かったからな。うん、あ、そう。面白かった。いやお金ですぐ手のひら返しするとこ最高でしたね。ひどいよねあいつね。あかんやつやなこいつ。あかんやつよねこいつ。あかんやつやなってなりましたね。西郷さんにね、うん、愛すべきうなぎ屋の親父やったなと思って。お犬様も食べててください。もうすぐ、うん、最低なやつだよね。タムレラトークテーマ花粉。はい、私の父は杉、ヒノキ、ブタクサの花粉症がありますが、杉だけ治療してほとんど症状が出なくなっています。玄関差療法、玄関差療法というアレルギー物質を少しずつ体に慣らしていく治療法です。ただ杉以外は治療しないので父の様子を見ればヒノキ花粉の飛び始めがよくわかります。私は体調や状況によって春だけ花粉症の症状が出ます。具体的には眠い時、昼間に出かけた時、お酒を飲んだ後、お風呂上がりなどですかね。いやそう、お酒飲んだ後とかすごい痒くなるんだよな。なのでそれらのシチュエーションをなるべく回避するのが一番の対策だと思っていますということです。なるほどね。まあそうなんです。そう、アレルギー物質鳴らし子とかあるんやね、わざわざ。そうあるんやねこれね。鳴らしていく、うん、体に鳴らす。へえ。じゃあ、ね、じゃあラストですかね。はい、ラジオネームロンド、ロンドさん、ロンドさんありがとうございます。ロンドさん大丈夫ですか。はいはい、ありがとうございます。はい、石田さん、団長さん、こんばんは。今月は年度末で忙しく疲れがたまりますね。最近初めてマッサージに行ったんですが最高でした。自分の親もカイロプラクティック、医療版整体をしてるんですが、お金を払う価値ありますね。テーマ花粉ですが、私は花粉症ではないんですが家族がほぼ全員花粉症です。以前安倍元首相が花粉症だから杉伐採をすると言ってましたが、どうなったんでしょうかね。花粉症の人を見ていても辛いし、国の方でも対処してほしいです。それか医療の進歩を待つしかないのでしょうか。とりあえず家族に花粉対策のメガネをプレゼントしました。そうね、そんな国の方で対処なかなか難しいのかな、それぞれ違う。でもね、なんかこう北海道は花粉症ないって言うもんね、杉が生えてないから。へえ、そうなんや。でも稲とかむっちゃありそうやけどね。確かにね、お米作ってるもんね。北海道でも花粉症の人いない。ゴキブリもいないし、そうそうそう、いろいろ、まあまあまあね、いろいろ
メッセージこんな感じでございます。ありがとうございます。たくさん、まあやっぱいろいろ皆さん花粉で苦しんでますね。あと重いのがやっぱヤクルト飲んでるなっていう。そうね、ほんとね、ありましたね。まあだってさ、考えてもみたらさ、その球団のさ、はい、運営、あのドリンク一本でやってるわけでしょ。他のとこだってソフトバンクとかさ、ね、え、ヤクルトむちゃくちゃでかい会社やから大丈夫ですよ。その石田さんが思ってる100倍本当。ヤクルト、あのヤクルトレディの、ヤクルトレディのあれだけじゃないのよ、ヤクルトは。それだけじゃないのか。もっと医療の本当薬とかいろいろ手出してるんで大丈夫です。やってる、手出してるって。手出します。いやー、なるほどね。そうか、どうしよう、トークテーマ、はい、次回は、まあ、4月ですからね。まあ、新年度、新年度目標とかどうのってのは来てましたけどね。まあ、新年度だしな。まあ、そうです。まあ、まさに次回から新年度ですからね。まさに春、あの本放送がちょっとこう始まりますんで、ぜひあの聞いてくださいね、本放送の方。そうですね、はい、うん、そちらぜひ聞いていただければと思います。ラブ FM、 そう、それ聞いてこっちになんかこう感想を送っていただいてみたいな。で、あのこっちに感想送っていただいて、本放送でもなんかこう、確かにね、こっち読んだりしようと思うんで、はい、本放送用のメッセージも待ってますよね、うん、常に。一回聞いてみるか、本放送聞いてます、聞いてません、アンケート取ろうか。あ、このポッドキャストリスナーで、ああ、何パーセントが本放送も聞いてるのかっていうね。そうしよう、これは大変なことですよ。あ、っていうかさ、最近インスタでさ、うん、とあるリスナーさんが、はい、あのファンアートみたいな感じで、うんうん、何、石田カクテルの挿絵みたいな、うん、あら、いいじゃん。そう、このラジオドラマの女の子ってこんな感じだと思うんですって妄想で描いて、それがめちゃくちゃ可愛い女の子なの、それ。しかも、へー、じゃあ違いますね、大体。え、そんなことない、そんな。え？そんなことない、可愛い。男も女も。うん。やっばいやつなの。いや、そんなことない。いや、可愛いでしょ。それめちゃくちゃ嬉しくてさ、その、うん、挿絵？挿絵とか、ほんと嬉しいんで、ちょっと。挿絵ちょっと募集しようかな。ファンアート求め出すやつね。挿絵、はい、あの石田さんもだから描いてくださいよ。確かにね、今イラスト描いてるからね。うん、それこちおろ本放送用にこちおろノートもあるんで。確かに。ノートの上ヘッダーっていう、その、うん、絵とか写真載せるところに石田さんが描いた絵とか。ね。そうしようか。なんか、カクテル挿絵、まあ僕書いたりもするし、うん、ちょっと皆さん、でも本当に絵の得意な人多いんで。確かにね。その方もそうだし、なんか、マイネーシュさんもね、なんかファンアート書いてくださってましたけど。うん、前書いてくれたやつとかもすごかったもんな。石田カクテル挿絵。うん。お願いいたします。はい。っていうのと、トークテーマは、じゃあ、本放送聞いてますか。いやー、ほとんど聞いててほしいし、聞いてなかったら困るな。福岡のかすれ、あ、かすれじゃない、隠れリスナーさん、うん、何人かいますからね、とかは、あれ本放送聞いてるってことなんかな、うん、多分ってことだよね、うん、そうそう、本放送聞いてるかどうか聞こう、はい、っていうのを教えてください。はい、といったところで今週以上です、はいはい、また次回も聞いてください。さよなら、さよなら。LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。